今回の動画は前回からの続きになります。まだ前回の動画をご視聴されてない方は、先にそちらをご視聴されることをお勧めいたします。で、えー、早速試合を振り返っていきたいんですが、えー、っと、まずは、太田選手と佐藤翔子選手の試合をちょっと振り返っていこうと思います。 えっとまず1ラウンドは、まず佐藤選手がかなり金網、えー、の中央を取ってプレッシャーをかけていたんですが、えー、っと太田選手がすぐテイクダウンして、金網際に押し込んで膝、膝それからジャーマンを打ったんですが、テイクダウンを取りきれなくて、また金網に、えーまあ、押し込む展開。 これに対して佐藤選手が、えー、バレリーキックですねあの、かかとで相手をふくらはぎとか受けるのとか、膝をちょこちょこ入れたっていうのが1ラウンド中盤で、えー、とまず、ジェネラルシップは、うん、まあ、金網の中央を取ってプレッシャーかけてたんですが、太田選手がすぐ組んで押し込んでる展開になって、まあ、テイクダウン、太田選手取ったんですけど、そんなにこう、うんまあ、 トップを取り切れなかったでも要には押し込んでるんでまあ僅差かなってでダメージに関してはまあお互い何にもないと思うので真ん中ですねでアグレッシブはこれ難しいとこなんですけどうー太田選手が相手にダメージを与えるような攻撃をしたかっていうと1ラウンドの中盤の時点ではうんと僕ちょっと今回ジャッジのつもりでメモを取りながら えー、ジャッジを知ったんですけど網、えーまあ、に押しながらの膝あと、まあ、ジャーマンをダメージと取るかっていうと後頭部とかから落としてればんダメージを与えたとは言えると思うんですけど、まあ、た背中から落ちてるんでそうするとほとんどアグレッシュポイントに関してはあんまりつかないね。なんだったら佐藤選手の方が細かくバレリーキックとか蹴ってるんで。 若干、佐藤選手かなっていう印象でした。うん、で、えー、っとその後佐藤選手がパンチや膝を細かく当てて、もうちょっとアグレッシブでこっちにいったかなっていう、で太田選手も、えー、パウンド打ったり、細かいパンチも膝もいってるんですけど、やっぱりバレリーキックとかの数は、佐藤選手の方が取ってるかなっていう感じで。 えー、太田選手が、えー、あじゃないか佐藤選手が試合終盤で引き込むような形でアームバーに行きました、積極的にフィニッシュを狙うような攻撃をしたので、少し積極性で寄ってで、太田選手が上を通って最後、パウンド結構何発か打ったんで、まあ、ちょっと戻したかなっていうで、逆にジェネラルシップの方はもうちょっと。 太田選手が取ったんじゃないかなこっちに寄ったんじゃないかな太田選手の方が少し支配したかなっていう感じですねで2ラウンド目入ってやっぱり佐藤選手がプレスをかける時間があってちょっと金網中央からプレッシャーかけてるんで少し佐藤選手寄りにジェネラルシップ戻すでパンチ膝ボディへのパンチとかも当ててるので うんちょっとアグレッシブも佐藤選手が有利になったかなっていう感じですね。で、太田選手が右のちょっと大きいオーバーハンド、あれ当たったのかどうかちょっと映像でよく分からなかったんですけど、あれで少し、まあ、一発の重さ、あの佐藤選手は軽いパンチ、軽い膝が多かったんですけど、結構、見た目的にも大きく振ってたんで、ちょっと真ん中ぐらいまで戻ったかな、どうかなぐらい、まあ、ち,ょちょっとまだ佐藤選手かな、まだ佐藤選手ぐらいかなっていう。 感じでで太田選手がまた組んで、えー、テイクダウンいく、うん、んだけど、金網際、またすぐ佐藤選手が立ってで、細かいバレリーキックに行く、えー、っていう展開ですね。で、ここの評価はまあこの感じで、僕は変わらないかなっていうところですね。で、えー、その後、大太田選手がジャーマンを、えー、でテイクダウンして、しっかりとトップを取りました。結構 しっかりとったんで、ちょっとジェネラルシップは少し優位に動いたんじゃないかなと思います。で、太田選手が肘やパウンドでちょっとアグレッシブポイント戻しました、で、えー、そっからやっぱりもう一回、えー、スタンドに佐藤選手が戻して、ちょっとパンチの打ち合いになるような場面があったんですけど、まあ、この打ち合いは佐藤選手の方がヒットしていて、えー、まあ、ちょでもまあこの、このぐらいかな。まあうん ここまでいかない、うん、ン差ぐらいだと思います。で、えー、太田選手はまた金網にプレスして、えー、佐藤選手がやっぱり細かくパンチ、膝で最後、太田選手が右フックを当てたっていうメモがあるので、うん、まあ、どうかな、数、うん、打った数考えると、やっぱこここお、ややアグレッシブでは、佐藤選手が優位。 ぐらいでジェネラルシップはこれも微妙なところで金網に押し込んでる時間を考えると太田選手だと思うんですけど金網に押し込んでないスタンドの時間スタンドの時間は明らかに佐藤選手がプレッシャーをかけて太田選手が金網際に追い込まれてるっていう時間があったのでこれ正確にこう時間を継続したわけじゃないんですけどどっちの方が。 金網を背負わせてる。もう実際に押し込んでた太田選手。で金網を背負わせて、プレッシャーをかけて、えー、太田選手に下がらせてる。佐藤選手がプレッシャーをかけてる時間。どっちの方が長かったのかっていうのが、まあ、微妙なんですけど、僕は僅差で太田選手かなっていう感じに見えました。あの、ラえー、2ラウンド終わった時点。2ラウンド終わった時点で、 僕の標的にはこんな感じですね。ジェネラルシップで僅差で太田選手アグレッシブ僅差で佐藤選手でこのまま終わると、えー、ジェネラルシップで太田選手は20ポイントがもらえるとアグレッシブだと僅、えー、差だとノーポイントここまで明確な差までいかないと佐藤選手はジェネラルシップポイントもらえませんからそうすると20対0で、えー、太田選手が勝ちになる状況で。 えー、3ラウンド目になりました、えー、で3ラウンド目は、えー、とすぐ太田選手がテイクダウンの攻防に入って、えー、プレスをかけて、えー、金網にプレス密着して押し込んでる展開で佐藤選手がやっぱりまたバレリーキックを細かく当てるで太田選手テイクダウンで佐藤選手縦、えー、て膝とかパンチ膝を当てるっていう。 展開あとで組まれてもバレリーキックとパンチを細かく太田選手に当てるという展開なのでまああんまり変わらないですけどうんまあ太田選手の方がもうちょっとちょっといったかなっていう,う感じかなあのジェネラルシップはで逆にアグレッシブに関してはやっぱ組まれてからもコツ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 ずーっと手を動かし続けてるっていう意味ではちょっとこれぐらい。 うん、で離れた時に顔面への膝とかも結構、印象は良かったなっていう感じですね。うん、で、えー、その後と3ラウンド終盤ですね、佐藤選手、ジャブからストレートと,パンあとハイキック、パンチかなりまとめましたね、あと蹴りもヒットさせて、でえー、そこで結構僕はこの辺まで行った印象。 で,すでこれに対して太田選手が組んできてで組んだ太田選手に対してギロチンを仕掛けたんですよね佐藤選手が。なので僕はまあ、まあ、まあそうですねやっぱりここここかな、うん、明確な差ぐらいまでいった感じ、あのー、アグレッシブは。で太田選手はまあテイクダウン取ったんで、まあ、ここもジェネラルシップはまあ太田選手かな。うん っていう感じですねでパウン、えー、とギロチンを抜いて,ギロチンを抜いて太田選手が最後、パウンドでまとめたんですけどまあ、あんまり当たってないんですよね見ると映像で見るとまあ、これ映像と実際のリング横で見るのだと違うと思いますしまあ、それまたこうどの位置からジャッジの方がどの位置から見てたかによってもまた変わるとは思うんですけど。 うん、こんな感じかな。うん、で最後、まあ、上取ってるし、太田選手ここっていう。これが、えー、3ラウンド終わった時の僕の評価ですね。ダメージは多分どっちも全然なかったんじゃないかな、お互いにっていう感じで。で、まあ、ジャッジ言語化的に言うと、ジェネラルシップは太田選手が取ってるだろうと。ねアグレッシブポイントに関しては、 微妙ですよね明確な坂近金の非常に微妙な境目ぐらいのところで、まあ、僕は佐藤選手につけるかな、うん、で30対20というスコアで、えー、僕は佐藤選手につけるっていう感じですね正直試合を見てる時はあまりジャッジの気持ちにならないで、まあ、普通に楽しんで見てたんですけどその時は僕結構佐藤選手がプレスして あのプレッシャーかけてで太田選手が逃げてるっていう印象が結構強かったんでジェネラルシップこのぐらいじゃないかなっていうジェネラルシップも佐藤選手取ってるんじゃないかなもしかしたらまあでも微妙だなぐらい思ってたんですよだけどジャッジの立場になってメモ取りながらつけてみると結構太田選手の方がジェネラルシップは取ってるなっていう感じですねでアグレッシブに関してはまあつけるかつけないか 微妙,微妙なラインっていうのが僕のジャッジです。でこれに対して、えー、実際のジャッジなんですけれど、えっと、松宮さんはジェネラルシップは太田選手でアグレッシブが佐藤選手、えー、っと橋本さんはジェネラルシップ太田選手のアグレッシブ佐藤選手。 で豊島さんがジェネラルシップ、太田選手アグレッシブ、同点でダメージは全員同点っていう結果になりましたなので、全員ジェネラルシップはもう間違いなく太田選手が取ったとここはあ,のある意味、評価基準としては統一されていると思いますで、アグレッシブここが、まあ、僕はあえてこの真ん中ぐらいに張ってますけど多分こういうことなんだと思うんですよね。けけるかかなないか非常に微妙な ところあのぐらいの佐藤選手の攻め手数だとアグレッシブをつけてもらえるのかつけてもらえないのか微妙なところでまあこれは推測になりますけど豊島さん的には最後の太田選手の上取ってのパウンドあそこでちょっとこっちに寄ったんじゃないかなっていうような僕の推測です。うんそれで 30ポイントはつかないでえー、ジェネラルシップだけで太田選手の勝ちっていうジャッジになったんだろうとでこれに関してはまあ割と何ていうんですかね統一されてる感じだとは思いますまあこのぐらいの,あのさっき僕が冒頭でお話ししたようなこのぐらいの解釈の違いっていうのが僕はちょうどいいんじゃないかなっていうどっちにつくか分かんないよっていうのがあるちょうどいいこれでうん,なんか誰かが例えば ダメージで50とかつけてるとかそういうのがあるといやこの試合内容でなんでダメージつくんだって思っちゃうし、うん、それはちょっとどうなのかって思いますしあとは、まあ、太田選手にアグレッシブがつくとかっていうのもちょっとこの内容では考えにくいあこ,こっちじゃないかこっちか、えー、こ,うこうですねこういう,う形になるのはちょっと考えにくいのでまあ こ,このぐらい、えー、のこのマグネットのところの範囲で見ればまあまあ妥当なジャッジングだったんじゃないかなっていうのが、まあ、この試合の僕の感想ですね。で、えー、次が渡辺選手と町選手の試合のちょっとジャッジを見ていきたいと思います。 えーとまず、ちょっとごめんなさいメモを見ながらしゃべります。まず1ラウンド、割と開始早々にマチ選手が組み付いて金網にプレスしテイクダウンのアタック投げを打った回数ですね、3回かな、ちょっとこれ、もしかすると4回だったかもしれないですけど僕メモだと3で。 で細かく膝を結構打っているで、渡辺選手も膝を返したというメモがあります。で、この攻防が約残り1分20秒まで続いたという感じですね、なので、ジェネラルシップポイントで言えば、まあ、間違いなく、町選手、あえー、と逆か、町選手ですね。 青コーナーの町選手が取ってるだろうとずっとプレスしているとでいう感じでアグレッシブに関してなんですけどうーん渡辺選手も膝を返してはいるんですが、えー、町選手の方がうがかなり回数は多かったと思いますしあとん基本的に押し込んでる方の膝 と押し込まれている側の膝であれば回数が同じだったら僕は押し込んでる側につく方がいいと思うんですよねうん。でさっきの佐藤選手と太田選手に関して言うと押し込まれている佐藤選手が回数が圧倒的に多いんで太田選手が3発膝打ったに対してバレーキックとかパンチがもう多分ん10発20発ぐらいの感じだったと思うんですよ1攻防につきであれだけちょっと差がつくとまあ、これが 例えば10発に対して押し込んでの膝が5とかだったらまあ太田選手につけるかなとかっていうのはあると思うんですけどあれだけ差が出ちゃうと佐藤選手にアグレッシブはつくと思うんですが今回の町選手と渡辺選手の1ラウンドの残り1分20秒までの攻防で見るとまあ町選手が両方を押し込んで支配しつつアグレッシブにダメージを与えに行ったっていう。 でまあ、ダメージ実際のダメージ、一番上ですね、これはま同,点同点という感じです。で、残り1分20秒で、ブレイクがかかって、ちょっと渡辺選手が打撃で攻勢をかけるんですけど、クリーンヒットがなかったので、まあ、変わんないかなっていう感じですねこ、こんな感じなんじゃないかな、やっぱりジェネラルシップはマチ選手が取ってて、アグレッシブも僅差でマチ選手っていう段階だと。 思います、うん、でこれ僕ジャッジつけようと思ってもう一回見直した時に自分でこの表に当てててはめてみてちょっと驚いたんですよねもうちょっと僕渡辺選手が打撃で押してる印象があったんですけどこれはまあ多分試合前の情報っていうのが大きくてこの話多分前もしちゃったと思うんですけどストライカー対グラップラーの試合でストライカーがテイクダウンを防いでる。 ってなるとただテイクダウンを防いでディフェンスをしているだけなんだけど試合の主導権を握ってる感が出ちゃうんですよねグラップラーがやりたいことできてないっていうふうに見えちゃうんですよねなのでつい印象がちょっと渡辺選手側に寄っちゃってたなっていうのは僕思いましたねあのもう一回見直してジャッジのつもりで見直してみてあれをもし渡辺選手がグラップラーでマチ選手がストライカー ってていううつもりでで見てたら多分印象全然違うんですよねストライカーのはずの町選手がめちゃくちゃ寝技で押し込んでるでグラップラーの渡辺選手が押し込まれて、えー、テイクダウンされかけてるっていう印象になると同じ試合内容でもこうジャッジの印象変わっちゃうんでまあそれは良くないんだと思うんですよね事前情報にこう左右されてはいけないっていう。なので フラットに見ると結構1ラウンドの時点では町選手が押しているということになりました。で、2ラウンド、えー、始まって町選手がワンツーをヒットさせます、またちょっとアグレッシブポイントこっちに寄った感じから、えー、町選手のパンチがその後も当たっているというふうなメモがあってで、その後渡辺選手がストレートをヒットさせるのでちょっとこのぐらいかな、戻した感じ、アグレッシブは。 でジェネラルシップポイントはまだそんなに動かないかうん、まあ、スタンドになってるだけなんでねなんか渡辺選手が中央を取って町選手が逃げ回ってるとかっていう展開ならちょっとジェネラルシップが渡辺選手によるっていう可能性あると思うんですけどそうでもないんでそんなに変わらないかなっていう感じのとタイミングで、えー、町選手が諸ろ差しからテイクダウンでさらにバックを奪ったので。 バックっていうのはかなり、えー、寝技の攻防でいうと相手を支配するポジションになりますから結構ジェネラルシップは取ったかなとでまあポジションを取っただけでアグレッシブをどこまで評価するかなんですけどで、ここはあんまり動かない、うん、っていう評価かなっていう、まあ、予想です僕は、うん、で、えー、すぐスタンドに戻しましたでスタンドの攻防そこまでどちらも 明確なあヒットはないままラスト50秒で、えー、渡辺選手のミドルうが、えー、町選手にキャッチされて、えーえー、テイクダウンでまたちょっとジェネラルシップが少しこっちに、まあ、テイクダウンしただけだからそこまででもないか、まあ、このぐらい、まあ、ここぐらいかななんですけどそっから、えー、と町選手がパウンドをかなり。 で踏みつけも行ってでパスも行ったとまで行くとちょっとここぐらいまで行った可能性ありますねでかなりパウンドも叩いたのでこれは結構行ってアグレッシブポイントジェネラルシップポイント両方で、えー、結構取ってるでしかもあれだけパスガードもしてしっかりサイドも取ってたんで。 ここまで試合するとさっきの僕のこの矢印、えー、じゃないですけど、アグレッシブの印象は良くなりますよね。あのー、ガードポジションから相手を叩いてるっていうことと、サイドポジションから相手を叩くのでは、やっぱりちょっと印象がアグレッシブにかなり寄ると思うんで、結構、マッチ選手がアグレッシブでいいとこまで行ってると。まあ、この二重丸のところまでいかないと思うんですけど、まあ、そうですね、この明確な、 とところままででってると思います、うん、で2ラウンドが終わったとで、これも僕はびっくりしました、こんなにこの表に当てはめると、マーチ選手が有利なんだなぁと思って、で僕はあの感想動画でも上げたんですけど、試合終わったときは渡辺選手が勝ったと思ってたんで、やっぱここ、印象って怖いなと思いましたね、やっぱり事前にストライカー対グラップラーとかっていう印象変に入れすぎると、ジャッジは良くないっていうのを、本当に今回、改めて思いましたね。うん まあファンの人はね、うん、その方が面白く見れるし、いいと思うんですけど、まあ、これは難しいですよね、だからそういう情報を入れすぎちゃうと、自分の中での試合の評価にこうズレが生まれるっていうのですね。でかなり今の時点では、こう見ると、うん、マチ選手が有利な状態で3ラウンドに入ります。 で3ラウンド、えー、渡辺選手のボディがヒットしてで、その後と、町選手が左フックを返すとで、まあ、ちょっと渡辺選手は押してるみたいな感じだったかな、でちょっとアグレッシブポイントが少し戻って、でえー、そこから2分30秒ぐらい、まあ、大体半分ですね。 から渡辺選手がかなり中央を取る時間が増え始めましたでチ選手が回るっていう展開になってきたのでジェネラルシップがちょっと戻った、うん、感じかなっていうところでチ、えー、選手があそのあと左ハイキックからの左ストレートをヒットさせてちょっとアグレッシブポイントこっちに寄ったかな。 で渡辺選手の右ストレートは結構きれいに入ったんで、これは結構戻ったんじゃないかなっていう,う印象ですね。えー、で、えー、その後渡渡辺選手の右ストレートーが入ったんですけどや、やっぱりもう1回か、左町選手、あその前に、えー、んああ、ごめんなさい、<laughs> すみません、自分のメモが分かりにくくて。 えとマ智選手が組んでテイクダウンしました、えー、組んでテイクダウン、うん、まあまあ、でもそんなに動かないかな、うん、で、それに対して渡辺選手が、えー、組んでる状態で肘の連打あ、それから起き上がったところにも膝を当てました、だから結構アグレッシブポイントで結構戻したんじゃないかなと、ダメージ結構与えたんじゃないかなという感じで、これ、微妙なところだとは思います。で 逆にジェネラルシップの項目でいくと、まあ、テイクダウン取った、んーまあ、テイクダウンって言えるのかな、要の押し込みながら押し付けてたところで、まあ、このぐらいかな、うん、っていう感じで、えー、最後、スタンドに戻って、渡辺選手が右ストレートーっていう感じ、まあ、この辺かな、うん、で終わったという感じで、えー、試合が終わりました。 なので、これで見ると、えー、ジャッジ言語化的には、うん、ジェネラルシップのポイントは町選手。で、アグレッシブに関しては、えー、渡辺選手なんですけど、ちょっとここまでは行ってないと思いました。うん、明確な30ポイントがもらえるほどは行ってないんじゃないかなっていうような、僕のジャッジで。 30, えー、30は取れない、えー、アグレッシブに0対0なので20対0でマチ選手の勝利という結果になりましたこれはちょっと僕も、うん、正直自分でつけてみて意外でした僕は正直試合終わった時の印象はこのぐらいいってるっていう印象があったので20対30で渡辺選手が勝ったんじゃないかなっていう印象だったんですけど けてみるとこうですね、うん。渡辺選手が明確に打撃で優位な時間を作ってたって言えるのはほとんど3ラウンドだけなんですよね1ラウンド2ラウンドはほとんどできてなくて先ほどもお話ししたようにテイクダウンを切っているだけディフェンスをしているだけの時間になってしまっていて。うーん で佐藤選手と太田選手の試合のように押し込まれながらもコツ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 いっぱい殴ってたかっていうとそういうことでもなかったんで多分叩いた回数的には金耳際で叩いてた回数はマッチ選手の多かったで3ラウンドの最後のテイクダウンされた場面はあの結構、肘連打したりしてあそこで結構アグレッシブポイントは戻したと思うんですけどここまでいかないかなって 微妙なとこだなっていうのが、まあ、僕の、うん、採点ですね。で、えー、実際のジャッジに関して、えー、見てみると,、えー、と松宮さんはアグレッシブとジェネラルシップ両方で渡辺選手。 で豊永さんがジェネラルシップだけ町、えー、選手内田さんはアグレッシブで町選手でジェネラルシップが渡辺選手っていう結果でこれはなかなか興味深いというか三者三様なんですよね。 うん、先ほどの渡、えー、と太田選手と佐藤選手に関してはジェネラルシップの項目は全員一致でアグレッシブをつけるかどうかが微妙だよねっていうのでそんなにズレがなかったっていう評価なんですけどここは3人ともちょっとうーん分かれたっていうところで、えー、とまずジェネラルシップの項目からちょっと振り返っていくと、えー、僕は支配してた。 のは町選手だろうと思いました。うん、なので町選手が20とってるっていう評価なんですけど松宮さん,うんと,、えー、とあ松宮さんだけか松宮さんだけはこっちっていうことですね、えー、渡辺選手が支配してたという評価をされていて。 ここはちょっと僕も意外でしたね、自分の中ではこのぐらいかなり、うん、取ってると思ってたので、町選手が、夏宮さんの評価的には、まあ、ギリギリぐらいなのかもしれないですけど、渡辺選手が取っていたという評価だと。 でアグレッシブに関しても渡辺選手が取っているっていうのはまあこれは僕はわかりますね。あのさっき自分でここでまあここまで行くかアグレッシブ行くかどうか迷うなっていう感じだったんでアグレッシブまで行ったのはが渡辺選手についたのはある程度僕は、うん、納得感あるんですけどジェネラルシップに関してはああ、そうなんだっていう町選手じゃないんだっていう、うん、感じでした。で、えーと 豊永さんのジャッジは僕と一緒ですよね、たぶん、ジェネラルシップは取って、アグレッシブは足りてないっていう、だから僕は多分豊永さんとお同じような評価になったと思います。で、えーと、内田さんに関しては、ジェネラルシップとアグレッシブもマッチ選手。 でこれを見ると松宮さんと内田さんが真逆のジャッジをつけているということになるのでここはちょっとんっていう評価が一定じゃないんじゃないか評価基準が一定じゃないんじゃないかとも見えるんですがこれがちょっと難しいところです先ほどのこの僕がつけたこの矢印問題になってくるんですよね。ジェネラルシップでで圧倒的までいくとそれは もはやアグレッシブに攻撃を仕掛けたという評価につながる部分があるよというようなまあこれは僕の解釈ですけど僕の解釈的にはそういう評価もあると思うんでそうなるとマチ選手があれだけ支配したってなればアグレッシブも取ったとこう矢印の部分で上がってジェネラルシップから上がってアグレッシブもつけたっていう評価を 内田さんはされたんじゃないかなというような気が僕はしましたおそらくそういう解釈でアグレッシブジェネラルシップ両方マチ選手っていう判断なんだろうなと思いましたなので割とこの評価も納得感はありますねなので松宮さんのジェネラルシップがこっちっていうのを でアグレッシブもこっち渡辺選手っていうこのジェネラルシップのところだけちょっとんとは思うんですが、まあ、うーんグラウンドにどんどんできなかったっていうスタンドの時間が長かったっていう部分を支配したと評価するならまあ、こういう評価にもなるんだろうなっていうことだと思います。で 僕はは、一番近かったのは、えー、この3人の中で言うと豊永さんのお判定が一番近い、えー、自分の解釈とは自分一番近いことにはなるんですけれどうんじゃあ内田さんと松宮さんの解釈の仕方、採点の仕方が理解できないかっていうとまあそうこういうことだろうなっていう理解はできる。 僕はいつも言うんですけど自分と違うジャッジの判定になった時には、えー、なぜそういう採点をつけたのかっていう理解をする努力をするとでそれによって理解に苦しむことも時々ありますあのんーやっぱどう考えてもちょっと分かんないっていう時もやっぱり実際あります、うん、ただ今回に関しては割と理解はできるかなっていうあそういう解釈なんだろうなっていううんでやっぱりジャッジは幅があるのでこういうことだろうと。 でこれをさっき僕が言ったようなあの一定程度の基準は一緒でそこから先は多少個人差があるの、まあ、範囲内かなっていうのは僕は思いました、うん、だから中にはいやおかしいだろうと3人この全部がバラバラになってるっていうのはおかしいでしょっていう判断、うん、もっていう意見の方もいていいと思います。そそれも僕は、まあ、確かにううだと思う、うん うんジャッジが同じ基準で同じ試合を見てるんだったらあまりにもバラバラもうま,ましてやその内田さんと松宮さんに関しては真逆になってるのでそこは一貫してまあ一貫というかまあある程度すり合わせてないとダメなんじゃないという意見もあっていいとは思います、うん、まあだ僕は僕は、まあ、このぐらいの解釈のずれはまあ うんあってもいいのが、まあ、うんです、ね、まあこれは今後 j m o クさんの方でこの試合に関してじゃあもう一回振り返った時に松宮さんのジャッジングが正しいのか豊永さんのジャッジングが正しいのか内田さんのジャッジングが正しいのかどれが一番正しくてどれが間違い間違いとまでは言わないけどちょっとずれてるねっていうのをこうよりすり合わせていく。 必要はもしかただまあやっぱり繰り返しになりますけどやっぱりその極端な、うん、ズレとまではいらないかなぁとは思うけど、うん、まあまあでもやっぱちょっとここは、うん、一度協議してす、えー、り合わせる必要あるのかもしれないですねこの試合に関しては、うん、っていう印象でした。で、えー、次が中村優作選手と広谷選手の試合なんですけど。 えー、この試合が一番難しいですね、もうこれは、うん、僕も見ながら迷ったし、もう一回見ても迷いました、もしかしたらもう一回見たらまた違うジャッジになっちゃうかもしれません、うん、ぐらい、この試合は難しかったですね。 というでまで、まあ、一応ちょっとおジャッジ、えー、自分のメモを見ながらまた振り返っていこうと思います、はいえっと、まず中村選手がジャブ、それからロー,おー、左のパンチを当てていって、それに対して、えー、広谷選手がテイクダウンで、中村選手がこれをアームバーのカウンターを仕掛けたんですが、決まらずと。 いうところでまずその時点で言うと、うーんあジェネラルシップ、まあ、テイクダウン取ったんで、まあ、若干広谷選手かなーぐらい、まだそこまで、うん、これは微妙な、すぐにでも入れ替わる可能性があるぐらいのところでしたね。で、アグレッシブに関しては、ちょっとアームバーの印象が結構強いかな、うん、これぐらいかなーっていう感じ。で 結構ね、ライジ,ンジャッジのジャッジスコア、僕はよく見るんですけど、結構、ダメージの項目は、あのサブミッションではなかなかつかないことが多いんですけど、サブミッションアタックは結構、このアグレッシブにつくことが多いんで、多分アグレッシブの中での印象は、ちょっとサブミッションは、もしかすると、打撃より高いのかなっていう気がします。まあ、僕の印象でですすけけどどね、うん、違うかもしれないですけど、うん でえー、その後、えー、っと、廣矢選手がパウンド、それからパスガードのアタックに繰り返し行きますが、パスができなくて、ハーフガードまで行って、結構、パウンド連打したという感じで、まあ、結構、しっかり試合試合したなという感じで、このぐらいかな、廣谷選手が。が でそのここ、アームバーの印象で結構、中村選手アグレッシブポイントは取ったんですがその後の、うん、パウンドの数でいくとちょっと戻されて、まあ、若干、広谷選手有利くらいで1ラウンドが終わった感じですねで、えー、2ラウンド始まって中村選手が左フック広矢選手がジャブ中村選手、ジャブ,からジャブを2発3発当て で中村選手が三発、ワン、ツー、スリーのような形で,でパンチを連打でまとめて、膝もヒットということで、えー、アグレッシブはちょっと、うん、まあ、うん、でも、まあ、ちょもうこのぐらいかな、うん、ここまでぐらいにしておきましょう。あちょっとごめんなさい、これわかりにくいか。ダメでしょ、ちょっと。で、えー、ジェネラルシップに関しては、ちょっと中村選手が、まあ、 うん、打撃で押している、スタンドで圧力をかけている印象もあるので、ちょっと戻ったかなくらい、まあまあこう、このくらいかな、微妙なところだと思います。で、えー、っとその直後、広谷選手のパンチで中村選手、ダウンで、一気に、まあ、このくらいいったんじゃないかな、うん、っていう印象です。で、えー、その後、 お中村選手は組みつくと、うん、なんとか組んでいく。で、広谷選手がギロチンに入って、またアグレッシブポイントで結構、えー、来てます。まあ、まあ、完全な二重丸まではいかないけど、ちょっと、えー、いいとこも、あのー、もしかしたらダメージいくかっていうぐらいまでちょっといった感じなんですけど、これで決まらなくて。 えー、中村選手が今度逆に忍者チョークを仕掛けますだからちょっとアグレッシュポイント戻した感じですね、うん、で、えー、中村選手が膝、で平谷選手がパンチ打ちながらテイクダウンっていうような形で2ラウンド終了なのでまあジェネラルシップは結構平谷選手が取ったかなっていう,う、まあ、上取ってる時間も長かったし、えー まあこんなまあ、でもこのぐらいかな。うん、で、アグレッシブは、中村選手の忍者チョークと、広谷選手のギロチンでまあトントン。で、廣谷選手がダウンを奪ったっていうので、中村選手は結構有利な形まで行って、2ラウンド終了です、僕の評価は。で、3ラウンド、中、えー、村選手1、ワンツーから右ストレートでダウンです。で そこからパウンドの連打でバックを取ってそこから、えー、パウンドこれが非常に難しいところです、えー、僕はすごく悩みましたここまでいったという評価もしてもいいかもしれません中村選手はもうかなり KO 寸前までいったということであればダメージのこのボーナスポイント的なものを取ったと思う 言えるんんですすがが選手が割とその後すぐ立ってあの組んだんですよね。だからそこまで大きなダメージはなかったかなっていう気もするのでここはちょっとクエスチョンまあ微妙僕はギリギリ届いてないぐらいっていう評価あかなっていう。で えー、その後、えー、広谷選手がテイクダウン、うん、して、えー、膝蹴り、えーそう、パウンドを打ちながら中村選手が立とうとしたところで、膝蹴り、えー、をうまく顔面にも当てて、えー、とさらにジャーマンで、このジャーマンはさっきの佐藤選手と太田選手の試合とはちょっと違って、後頭部から結構落ちてるように見えて。 ダメージ与えたんじゃないかなっていうでその後もパンチ要に押し込みながら打ってるっていう部分でどうかな廣矢選手がもうかなり戻したんですよね戻したけどこう <laughs> すごいすまあうん迷う迷ううん まあこれです。僕の最終的なジャッジはこの表でいうとこういうことになりました。で、えー、すごい迷いましたがアグレッシブで中村選手で、広谷選手がジェネラルシップの30対20で中村選手っていうのが僕の。 判断です。これが正しいかどうかは、まあ、もちろんちょっともう分かんないです。相当迷いましたこれ、うん、で実際のジャッジの、えー、結果なんですけど、えー、っとまず松宮さんは、えー、ダメージの50つけましたね、えー、あの場面はダメージついたという判断だったんだと思いますでアグレッシブは同点でジェネラルシップは廣矢選手っていう評価になりましたなので 僕がすごく迷ったところがダメージはつけたと、うん、松宮さんはダメージをつけたでアグレッシブに関しては僕ギリギリ中村選手かなと平谷選手が取り戻したかどうかなっていうところをおそらく松宮さんはここぐらいもしくはこっちぐらいまで行ったんだろうという判断、うん、この辺は微妙なところだったんだと思います、うん、なのでアグレッシブポイントは同点、うん、という判断なんだと思います で、ジェネラルシップに関しては20、まあ、広矢選手がつけたという判断だと思います。で、えー、豊永さんのジャッジ,ペジ,ャッジは、えー、アグレッシブが中村選手で、ジェネラルシップが広矢選手なので、まあ、僕と似たような評価だと思います、豊永さんは。ダメージの50までは届いていないが アグレッシブポイントで、ロ谷選手はこれをここまで戻してもいないので、ギリギリ30は中村選手につくと、で、ジェネラルシップに関しては、まあ、間違いなく蛭谷選手が取ったであろうという評価なんだろうということですね。で、次に、えーっと、豊島さんのジャッジに関してなんですけれど、ダメージ、アグレッシブともに同点。 でえー、ジェネラルシップで廣矢選手っていう,うジャッジに,になりました。なので、えー、おそらくダメージのところまでは届かなかったと、えー、ここまでいかなかったあということで、この辺で、その後の廣矢選手の猛攻と、まあ、2ラウンドのダウンとかね、1、2ラウンドはちょっと廣矢選手も押してましたがこれがここまで戻った、うん丸、30ポイントももらえるポイントまではいってないと。 うん、戻したと、広矢選手が。ってなると、明確に取ってるのは、広矢選手の20ポイントだけということで、広、え、矢、ー、選手につけたというジャッジなんだろうというふうに僕は推測しました、うん、おそらくですけれど。なのでこのお、このジャッジも三者三様で分かれてはいるんですけど。 うーんこれ間違い誰かがこれ間違ってるかっていうとうーん難しいところだなぁと思いましたね。まあスコアだけ見るとかなり3人バラバラじゃないかっていうふうに見えるんですけれど、まあ、例えばダメージの項目で言えばおそらく松宮さんは。 うん、もうあの,あの場面は完全にこうもうここまでいってるでしょうともうこうアグレッシダメージかなり与えて、まあ、ボーナスポイント獲得というようなあジャッジこれは全然理解できますと。で豊永さん豊,、えー、と豊島さん豊島さんに関してはそこまでいってないで、えー、ここはうダメージポイント入らないでアグレッシブ止まり、うん、っていうのはええー あと豊,永さんか豊永さんはそういうい考え方で,で豊島さんは多分、えー、僕は2ラウンドの、えー、終わった時点で確かあこの辺に置いてたかなあの広矢選手がダウン取ったっていうもうちょっとこっちに評価してたのかもしれないですねなので広矢選手がもう本当ボーナスポイントもらう直前まで一ってての中村選手のあのダウンなのでい で、この辺ぐらい、うん。っていうようなジャッジ、えー、っていうような判断なのかなっていう。まあ、これは推測ですけど。っ、う、て、ん、なると、まあ、その後の広谷選手の猛攻で、ここまで戻す。もしくはもうヘッドとこっちまで行ったかもしれませんね、うん。ただ、広谷選手がアグレッシブポイントを取るほどまでは行っていない。っていう判断で、うん。 まあ、アグレッシブは同点っていう判断なんだろうと豊島さんは。うん、で今僕がこうやって3人の解釈をこれは全然推測で全く違うともう全然違いますよってなっちゃうかもしれないですけど僕の予想はこういう感じなんですけどこうやって見るとそんなに3人の解釈がバラバラで全く違うかっていうとそうでもないんですよね。 うん、なのでまあこれも難しいところだと思うんですけどこのスコアだけで見ると3人バラバラなんですよねこれ誰がダメージに関してはダメージで見れば松宮さんが間違ってると豊永さんと豊島さんが同点なんだから松宮さんが間違ってますよって言えるかもしれないけどアグレッシブの項目で見ると今度松宮さんと豊島さんが一緒で。 えー、豊永さんが間違えてますよという話にもなってしまうと。<laughs> でまあジェネラルシップに関してだけは3人とも一致してるっていうことになるんでうんまあこれ難しいですよね。これじゃ僕の今の言い方に、えー、当てはめると。 豊島さんんだけは間違ええてないとも言えるんですよ。松宮さんと、えー、豊永さん,うーんとどっちにもある程度寄った判断をしてますねとも言えるしうーんその2人とも違う解釈でもあるっていうか、ま、ち3つの項目,項目のうち同意してるのが2つしかないとも言えるんでこれ 3人のジャッジがこれを間違いだったとは僕言えないと思うんですよ。この3人のこのジャッジの採点方法が3人それぞれあ正しいと思うんですけどたださっきの、えー、町選手と渡辺選手との話と同じように僕は明らかな間違い3人のうちの誰かが明らかな間違いを犯してるとは思わないですが。 ああるるる程度すり合わせせ必要はあるのかもしれませんねこの中の誰のが誰の採点が一番近いのか J 目としてライジンジャッジを下す上で、うん、どのジャッジの方が近かったのかっていうこの三者三様の採点 <laughs> のどれが近いのかはすり合わせて今後に生かす必要あるのかもしれないですけどまあ これはまあ分かれるだろうな意見がっていう僕は気がうんしました難しい本当に難しかったです僕は最終的には、えー、ダメージはのポイントどっちにもつかないでアグレッシブが中村選手ジェネラルシップで、えー、広谷選手っていう,うん解釈なんですけどうんまあこれも もしかすると最後の広矢選手がすごい圧倒したのを含めてジェネラルシップがここまで行ったってなると1個上がってアグレッシブポイントがつくってなってアグレッシブを同点で広矢選手っていう解釈もできるんですよね。あ これは本当に難しくてでもしかするとこの僕のこの表で言うと何でここまでそのただ支配しただけただ支配しただけでアグレッシブポイントに上がるんだとそれは納得いかないっていう方いるかもしれないんですけど MMA っていう競技においては相手にダメージを与えるためにはある程度相手を支配しなきゃいけない部分があるんですよね。 分かりやすいのはまあ相手のバックを取ったバックを取った状態っていうのは相手を完全に支配した形になるとで完全に支配してると、まあ、それだけでかなり相手には攻撃してるような状況になるんです、まあ、もちろんバック取って全く何もしないでたすきがけていってこ,うこのままずっと何にも動いてない何にも動いてない。 これはもうただジェネラルシップ取ってるだけでアグレッシブに上がらないでいいと思うんですけどバック取りながらこうチョークは狙ってるチョークは狙ってるたまにコツコツ殴るでもそんなに数は殴ってないけどチョークは狙ってるよっていうのを見せてたらそこまでものすごくアグレッシブな攻撃をしてるっていうよりは支配してるに近いかもしれないですけど大ピンチなわけですよね相手の選手からするとバックでグリップ争いしてるっていうのは最近の試合でいうと牛久選手と萩原選手の試合 はそれに近かったと思うんですよねもうフィニッシュされてもおかしくないポジションで長時間いるっていうのはジェネラルシップだけじゃなくてアグレッシブに評価をしてもいいんじゃないかっていうのは僕はうんある程度あってもいいのかなっていう気がしますただもちろんこのくらいこのぐらいのジェネラルシップポイントのものをこのまま上に上げるっていうのはそれは違うでしょうと思うんですがあまりにも 相手を圧倒する、うん、完全にもう,もう何もさせないぐらい言っていればここに上がる、うん、っていうのはいいんじゃないかなと。うのはいいんじゃないかなと。金原選手とクレベル選手の試合も確かアグレッシブポイントが金原選手についてるんですけどじゃ金原選手が1試合通じて KO や1本に繋がりそうな場面をどれぐらい作ったかっていうと実はそこまででもないっていうか。 肩、えーまあ、固めの場面はありましたけどあと2ラウンドの終盤でちょっとパウンドを落とした場面もあったんですけどどちらかというとパスガードのアタックにずっと行ってクレベル選手がそれを止めるあ,あとはバックを取られかけた状態でクレベル選手がなんとか逃げようとするのを金原選手がコントロールし続けるコントロールし続けるっていうぐらいのところまでだと思うんですよ。よサブミッションのの形を作ったのったて本当に うんまあ、あの肩固めの場面ですけど肩固めのかけながらパスガードを狙うっていう、ね、金原選手の攻め方なんであれを、まあ、ダメージというような項目まで取るのか、まあ、非常に微妙なとこだったと思うんですねだからどっちかっていうと僕はもしかするとあれの試合の解釈としてはジェネラルシップを行ききったがゆえのこうアグレッシブまで上がったっていう,う解釈。 ななのかなって,言って僕はその解釈があるならいいと思うんですけどもしそれがないんであればただパスガードのアタックであれだけクレベル選手を圧倒しててもジェネラルシップはジェネラルシップだけですよっていうのにされちゃうんだともうグラップラーが振りすぎる、うん、あまりにもグラップラーが、うん、じゃあ何のために寝技やらなきゃやらんだっていうだったらもう寝技なんかやらないで寝かしてただ もう軽くでもいいいいいかから叩き続けた方がいいのかっていう、うん、サブミッションの1本狙いに行って1本の手前までは行ったんだけど1本には至らなかったみたいになっちゃったら「あジェネラルシップだけですよ」って、うん、でそれでスタンドに戻された時に23発パンチもらって「はいアグレッシブポイントこっち」みたいにされるといやそれはちょっとさすがにストライカー有利すぎないかって気もするんでジェネラルシップの項目で行ききっちゃう完全に支配してもう。 今分かりやすいのは金原線、金原クレベル戦、えー、牛久萩原戦あのぐらいまで行ったらこっちにも上がるよっていうのはあっていいんじゃないかなっていうのが、うんまあ、僕のちょっと希望かな、うん、個人的な希望かもしれないですでもこれ僕の今の解釈が合ってるかどうか分かんないですこの今日やったこの表で当てはめてのこのマグネットの位置がただ僕はそういうふうにいい試合を見てみましたっていう感じですね で皆さんもまあこう僕のやり方はこうなんでそれぞれ皆さんでやってみてもいいと思うんですけどジャッジってね単純にフラットな状態でどっちが勝ってっかなこっちが勝ちそうかなって言って試合見るのと点数をつけるっていうのはねもう全くやっぱり見方が変わるんでほんと難しいなって、うん、改めて思いました。 えー、という感じで、えー、今日は終わりたいと思います。ではでは。